そういう会見には失敗しないことを証明しました。それならば直ちに国会を開くべきです。直ちに国会を開き、まともなコロナ対策を行えと、ご一緒に声を上げましょう。今、菅首相への手紙を配布しています。コロナ禍の下で皆さんが体験された心や菅首相に言いたいことを書いているものです。ぜひお受け止めいただき、皆さんの率直な思いをしてください。皆さんの声を菅首相が追い込んでいます。私たちが進めて届けますので、ご協力をよろしくお願いします。以上、どうもありがとうございました。皆さん、私たちは労働組合の愛労連です。長期化するコロナ禍と、海外中の感染爆発の